リート125乗って約10年、9年、乗ってきたインプレッションをしてみたいと思います。ですね、まずどっから行きましょうかね。このバイクですね、結構ね、速い。これ、ESP って書いてあるんですけど、これ一世代前の、エンジンではあるんですけど、PCX にもね、ついてたエンジンと同じエンジンがついてます。この ESP っていうエンジンはですね、11馬力、出るエンジンで、はっきり言えば、そこそこ速いです。で、速いんで、あと車体も軽いのかな、PCX に比べて当然。こちらのですね、後ろのタイヤが10インチで、確か前のタイヤがですね、こちらのタイヤが12インチ。なんで、一昔前の、タイヤの大きさなんですよね。なんで、ある意味小回りが利く。言い方悪ければちょっと安定性に欠けるというかですね。単純に言えばここの、タイヤの径が小さいんで、やっぱりこう、段差とかが跳ねやすいんですよね、結構。この辺はアフリカツインで20前21インチ採用している理由っていうのが、段差を越えたり、そういうオフロードに強いかどうかっていうのは前のこのタイヤの大きさ、後ろもそうですけど、前後のタイヤの大きさで決まってくるんですけど、そういう意味だとやっぱりこれ小さくてですね、街乗り用の、バイクですよね、完全にね。後ろ10インチ、前が12インチだから。そのおかげで、いわゆるその収納性、すごく収納がいいと。これは誰がですね、このリード125インプレッションするにあたっても、言うことだと思うんですけども、そうだね、収納していきますか、早速。ここですね。なんといってもこの広さですよ。どう考えても広いですよね、この収納性ね。確かね、37だったかな？後でテレポを出しますけど、かなり、広いです。と言ってもね、口でこう広い広いって言ってもね、わかんないですよね、はっきり言って。俺もそう思います。よく、こうやって、ヘルメットとかも出してもいいんですけども、わかるかな？GT エアですね。GT エアの、2じゃないですよ。初代の方ですね。そちらの方のヘルメット持ってるんですけど、こんな感じですね。こんな感じで入って、でも閉まらないんですけど、蓋はね、この横にしても入らないし、ちょっと突起物自分がこうつけてるっていうのもあるんですけどね、こういうとこにね。それはあるんですけど、これだと入るのかな。これでも入んないですね。で、結局、何が言いたいかっていうと、フルフェイスはこのリード125のやつでもちょっとでかいフルフェイスだと入らないってことなんですよね、結局のところね。ここに用意したのがですね、トイレットペーパーですよ。なんだ。トップバリューのダブルの12ロール。この、いわゆるよくありますよね、トイレットペーパー。買い物で買ってきますよ。それが入るかどうかって話ですよ。単純に言うと、こんな感じで、これで後ろだと楽勝ですね。こんな感じで入ります。当然前もこんな感じで置いてもらって入ります。ってことでね、買い物を普通にこう入れていく分にはね、全然、問題ないです。高さはちょっと足んないかな。さすがに横にしないと無理かな。なんでね、収納はかなり広いんじゃないですかね、やっぱり。買い物にとかにするにはやっぱりいいんじゃないかなと思います。そうですね、デザインか。デザインはね、どうですか？割とダサいっていう人もいるんだけど、自分はね、割と普通ですよね。俺は普通だと思うんですけどね。ごくごく普通のデザインの、バイクだと思ってて、ある意味個性がないといえばそれまでなんですけど、それが逆にいいんじゃないのかな。よく言われる通りですね、盗まれにくいバイク。
そう思うんだけどね。すごく普通のバイクで盗まれにくいバイクだと思います。はい、そこも、うん、俺はいいとこだと思うんですけどね。デザインとしては普通、ごく普通のスクーターの形をしていて、まあ盗まれにくいバイクというデザインだと思います。なんだっけ、あ、よくあのインプレッション、他のインプレッション動画を見ていると思う、見受けられるのがこの足元、ここがですね、なんか狭いっていう話で、ちょっと乗ってみますね。まあこんな感じですね。確かにね、足元はね、狭いっちゃ狭いっすね。狭い。まあでも、こんなもんじゃないのかなと思うんですけどね。そう。ただね、足元が狭いといっても、こう、後ろにですね、こう足をこう、あ、足をじゃないか、お尻か。後ろ、この後ろ側の部分にこうやって伸ばしてしまえば、まあ、問題ないですよね。まあ、後ろに誰か乗せる、タンデムするとかね、まあ、するんだったら別ですけど、普通にここの後ろ側に、まあ、ここじゃなくて、ここにお尻を乗っければですね、普通に足伸ばせますよ。普通に足伸ばせて乗れますから、自分も普通そうしてるかな。普通こう乗りますよね。まあ、前に乗せるとちょっと確かにこう、窮屈な感じはしますけど、こう後ろにね、こう後ろに腰を伸ばしてもらえれば、普通に、足伸ばせます。普通に手も届きますしね。なんでいいんじゃないかな。ただ、後ろにこうやって座っちゃうと、さすがに足つきはね、きついですね。ちょっと、届きませんね。少し前にしないと、やっぱり届かないですね。そうだ、足つきのことも言わないとな。あの、このバイク、割と足つき悪いっすよ。なんですかね、確か、カタログ表示的には70いくつだと思うんですけど、確かね、カタログ数値的には70いくつの足つきだと思うんですけど、割とここがね、まあ、広めに取ってやる。まあ、それは下のここの、まあ、ここのですね、やはりこの広さ、ここの広さですね、まあ、ここの横の長さもそうですけど、こう確保するために、割とこう広めにこう取ってあるんですよね。まあ、スクーターってそんなもんだと思うんですけど、なんで、まあ、そんなにね、この先も、こう、なんですかね、そんなに絞ってないし、普通っちゃ普通なんだけど、その普通さがですね、割と足つき悪くしてます。ここの広さを取るために大きくして、ここも割とこう広さを、まあ容量を取るためですよね。なんでね、思ってるよりはね、足つき悪いっすよ、このバイク。正直言って。だから女性だとね、ちょっと前の方に座らないと、停車した時にね、足つきがね、ちょっと不安定になるんじゃないかな。確かね、このバイクって、ベトナム製なんですよ。ベトナム製？そうですね。ベトナム製作ってて、で、メインターゲットが、まあ、ベトナムの女性、働く女性とかね、ちょっとおしゃれな女性とかね、そこをなんか、そう、ベトナムのホームページ見たことあるんですけど、を一応メインターゲットにしているようなんですよね。本当かおつか知りませんけど。なんでね、まあ、日本だと、まあ、おっさんのバイクになってるんですけども、まあ、そういう形でね、ベトナム女性は足が長いのかな？わかんないですけど、まあ、ちょっとね、足つけは悪いです、正直言って。はい。ね、これは冬はもう絶対必要ですね。はい。グリップヒーター欲しいです。これがね、すっげえ開きづらいんですよね。開いた。これがね、すごい立て付けが悪くて、今は、あ、そう、最新型は変わったんですよね。最新型は確かね、USB の、C ケーブルでしたっけ ?USB-C ケーブルがついて、こう、取れるようになったんですけど、最新の、2022年でしたっけになってどうなってるのか、ちょっと見てみたいですね。あ、そうですね。新型のリード125、2022年度版も一回乗ってみたいですね。これがね、ちょっと立て付けが悪いんですよ、これ。ちょっとね、ここ打ってたらないとね、開かない。本当に。ちょっとこれね、結構開かないんですよね。ちゃんとやらないと開かないんですよ。そこもちょっと
改良点なんですけど、2022年でもだいぶ変わってるのかな。ちょっと見てみたいところですね。あとここもそうですね。ここもね、もうだいぶちょっと白くなっちゃってるんですけど、ここの部分ですね、シートの部分こう押すとですね、あ、シートじゃねえよ、フューエルタンクですね、FUEL ですね。このフューエルというとこを押すと、こうやって自動的にこう開きます。だけどね、これがちょっと硬いんですよね。これ回すんですけど、これが硬い。あ、こっちね。これがね、結構硬いんですよね。まあ、このくらい硬い方がいいのかな。結構硬いしね、まあ、さすがにこれ9年もこれ使ってるとね、ちょっと立て付けが、悪いんすよ。よし、これでいい。まあね、結構立て付け悪くなってますね。ボタンがね、ここが、ブザー、なんだ、これね、ピュン、ポンポンポンっていう、警告と、警告になるのかな？なっちゃって、ここが、左右のこう、方向指示器ですね。で、これがところが間違いやすいっていう人が、まあ、よくいらっしゃるんですけども、まあ、確かに自分も最初の頃はね、こう曲がるつもりなんですよ。交差点とかでこう曲がるつもりでこうしちゃってブヤッて書いてね、結構周りをこう驚かせたというかですね、まあ、ありましたけども、今は慣れましたね。1週間ぐらいかな、まあ長くても1ヶ月ぐらいかな、すれば多分これも慣れると思います。もうこれもね、もう本当は変える気がないから、もう慣れるしかないっすよね。もう文句言ってもしょうがない部分っすよね、正直ね。一応今、つけてみますか。これ、つけると、こう、針が回るんですよね。あ、そろそろこれ、ガソリン入れないとな。あ、ちなみにこの今、点滅してますよね。ガソリンがね。これがね、今、全部で6リッターだったかな。入るんですけど、6.5 だったかな、ちょっと正確な数字はすみません、後で出しますけど、だいたいいつもね、この状態になってから点滅状態になってから、まあ、4リッターですね、まあ、5リッター入れてもいいんですけど、5リッターだとね、ちょっと溢れる可能性があるんで、だいたいいつも私このメモリが一つになるか点滅になった時に4リッター入れるようにしてます。というのはですね、さっきのこのこの話、多分ね、インプレッションで言ってる人、もしかしたら少ないかもしれないんですけど、これも乗ってるオーナーはね、もうみんな知ってるんですけど、給油がね、めちゃくちゃ溢れやすいんですよ、このバイク。リード125。試乗した程度じゃね、絶対わかんないと思うんですけど、まあ、そもそも給油する機会がないと思うんですけど、これがね、致命的な欠陥ですね。自分が思うに。とにかく溢れやすい。だからね、まあ、立て付けも悪いのもちょっとムカつくんですけど、なんでね、この、ガソリンの入れ方、これはね、ちょっと注意が必要ですね。必ず、ギリギリまで入れるなんて考えない方がいいですね。自分は一応この点滅している状態、もしくは一つのメモリになっている状態で4リッター。お好みってあるんですよね。ガソリンスタンドによってはちょっとできない、5リッターがね、一番下のパターンもあるから、なんとも言えないんですけど、できればお好みでね、4リッターで入れる方がいいと思います。やるのは、私がやってたのは、5000キロごとにオイル交換。それから、1万キロだったかな、1万キロごとに、タイヤ交換してました。今はもうタイヤも交換してあるし、まあ全然残ってますよね。この辺もまだ、ヒゲも出てますし。まあまだまだ全然全然。まあ交換してからまだ半年も経ってないのかな。そんな距離もまだ伸びてないから大丈夫だと思うんですけど、まあ基本的にはですね、タイヤは1万キロ。で、タイヤつってもまあこっちの、リアの方が早く減るんですけどね。なんでフロントはですね、まあ1万5000とか行ってからでも全然大丈夫っちゃ大丈夫ですね。まあなんで5000キロごとに、まあ、基本的にはオイル交換をやってもらうのと、まあタイヤもまあ1万キロぐらい行ったら
交換してもらうのがいいんじゃないかなと思いますね。リードもちょっと試乗インプレッションしてみたいですね。10年経ってどういう風に変わってるのか、変わってないのかな、なんか見た目はそんな変わってない感じなんですけどね。でも走りはもしかしたら変わってるかもしれないですね。走りが確か4バルブ化されたんでしたっけ。で ESP プラスにもなったんですよね。なんで走りがどのくらい変わったのかっていうのもちょっと興味ありますよね。あとは変わったところはこの辺か。あのここね、ここのこれが立て付けがこれが良くなってるのか、あと中のこの、USB ケーブルからこう這わせた時に、まあこれをちょっとね、半クラというか、なんだこれ、その開け、ちょっと開け閉めた形でこう持ってきたいんですけどね。こういうのって言う人少人数なんだろうけどね、できればこうこんな状態でこう線がこういってほしいんですけどね。難しいのかな、わかんねえや。まあ、あとはここの給油がねどうなってるのかもちょっと見てみたいですね。まあ、市場だとそこまで無理かな、給油できないかな、わかんないけど、もしそれもできればいいかな。リード125、9年間乗ったですね、インプレッションやってみました。いかがですかね。ご清聴ありがとうございました。セーブしました。レベルが上がりました。セーブします。